どうも、こんばんにちは。ホービドワです。今回はローグレガシー、プレイ再開していきたいと思います。ついに前回、3番目のボスを倒すことに成功しました。ちょうど、その後ですね、ここは。プレイ再開していきたいと思います。さて、倒したはいいんだが、もう、次のボスのところまで行ってしまうべきなのやら。多分今回はさすがに、こちらがだいぶダメージを負っているので、倒すことはできないと思うのですが、進んでみようと思います。前回嗅覚だいぶ前ですけどね、一回戦ったスライム状のボスなんですよね。あいつ結構戦いやすかったっていう風に記憶しているんですが、どうなんだろう。ああ、危ない。今回もですかね。やっぱり問題はボスよりはつくためにダメージを負わないようにしたいんですけどね。相変わらず噛んでますね。申し訳ない。ボス戦までにどれだけ HP を温存できるかっていうのが問題だと思うんですね。そしてこいつのバーバリアの姿勢で敵の攻撃をかき消せるっていうのが分かったので、それでもだいぶ助かるんですけどね。すごいお金が貯まってる。今回はだいぶ強化ができそうですね。そしてこのオナラの特性、勘弁してほしいぜ。さて、このゲームクリアまであともう一息なんじゃないのか。ラスボスがだいぶ強くて、稼ぎをやらなきゃいけない可能性が非常に高いですけど、このゲームの性質上ほぼ間違いない。おーっと、帰ろ。ここでもないな。どこだ、確か下の方だったんだが、ボスの間から左へ進むと下へ行けるのかな。下には行けないな。だが宝箱があるので、勘弁してくれ。ほんと気が散る。ということは、つけたぞ。こいつのレベルが55か。本当にこちらのレベルの方が圧倒的に高いんだが、やっぱり攻撃力が釣り合わないな、こっちの。もっと強化しろっていうことなのかな。攻撃力が釣り合わない、防御力もですね。まあ、こういう性質のゲームなので、当然、といえば当然なのですが、きついな。本当、前回はたまたま運よく、ボスの間が近かったから良かったんですよね。俺はもう本当ボスの前に着くのがしんどいですね。ボスの間にすんなりつければ今のレベルでもあのスライム自体は倒せると思うんですよ、ボスは。ただきついだろうな、いい感じにつくのは。しかし何度も言ってるけど気が散る。これ回復。ボスの間どこ？おい、これボスなんじゃ、ボスじゃない、叩くとなんか出るやつじゃないだろうな。どこ？ボスどこ？もうすでに、いや、もうダメでしょ。この HP じゃどうにもならないと思うんだ俺。あとちょっと一問だよ。上がっていくよ。ザ・インフィニティ。ここら辺チキン出てこないのか。ピーラン、チキン、チキンをよこせ。ケロドス、そういえばザコが2人出てくれましたね。
まあ、雑魚はとりあえず普通に処理していけばなんとかなると思うんですけど、あとはこのスライムこの状態で倒すとまだ小さくなるのか、これはきつい。タコは1体以上は残さないようにしないと、さすがにあれよりちっちゃくはならないか。先にちっちゃいのをなんとかしよう、言いつつしっかりビッグも倒そう。先にちっちゃいのをなんとかしたいんだが、じゃないと増えすぎても困る。ついでも攻撃が当たってしまうんだよな、たまには。なん、攻撃に追いやろう。でもさすがにこの HP だと無理か。やはり HP がもう少しあれば今回でも倒せたとは思うんですが、強いものがあるな。しかしバーバリアンのこのスタイリングスキルはだいぶ使えるぞ。一つ行きたいところだが、あー、やってしまった。残念。でもやっぱりあいつらはこちらのポテンシャル的には倒せるとは思うんですよね。残念ながらいいやつが出ていないな。おっと、これで位置を強化。でもマックス HP を MP に変換するって言ってもな。とりあえずクリティカルチャンスをアップしていこうと思います。20もあればいいかな。あとは普通にこちらにつぎ込むかこちらにつぎ込むかですよね。もしくは HP をさらに上げる、悩ましいところです。HP を上げてみましょう。しかしリッチは本当に少ないな、上がる HP の数が。こいつはとりあえず捨てる感じでいこう。確か何かを取っていたんだろうか。金を残しておけばよかった金を残しておけばよかった。まあアーマーは上げても 実際あんまり防御力上がらないっていうのは実感してるからいいんだけど、忘れてた、すっかり忘れてた。よし、今回はとりあえず金稼ぎで。確率値ですね。レベルがもう87か、100台ぐらいになるぞ。1440。プラス、これが1400。で、あっちは確率2回以上は上げないといけないから。3200じゃないな。4000以上。6000ぐらいか。さすがに今回ではちょっときついな。とりあえずあのボスはバーバリアンかもしくはパラディンが出次第行くということにしましょう。とりあえずはファームで稼ぎをやっていきます。こういう時に限って宝箱が出ない。これ言おうと思ったらちょうど出ましたけどね。吐くだけかよ。もうちょっと出てよ。例えばリッチの特性でああいう敵を倒すと HP が上がるんでしたね。ボスの間アレクサンダーズ、これはあると本当どういう効果があるんだろうね。フィートオールエース向こう岸にいるやつか。よし、ヴァンパイアルーム、まあ言うまでもないですね。何かはち
がっつり食らってしまった。だったのか。どうやって取るんだ。こっちにそういえば行ってるけど、本来はこちらに行くべきではないんだろうな。しかし1200しかお金がないので、何もおそらく強化ができない可能性が高いですね。アバリアンキング、アバリアンキング、ちっちゃいやつ全部アバリアン。どれだ、どれを取ればいい。これドワーフィズム、あなたは一生ローラーコースターには、ジェットコースターには乗れないでしょう。これはひどい。こいつで、こいつで、やはりこの今手持ちのお金では何も買えない。ここはバーバレのスキルを使うためだけにこれを買って逆ガロに金をくれてやるぐらいだったらドブに捨てるな。せっかくバーバリアンなので、さっき言ったようにボスのままで行ってみたいと思います。そのためにこのちっこいやつを取ったんですけどね、ちっこいやつの問題は敵にかなり近づかないと攻撃が当たらないっていうのもあるんですよね。あっちの攻撃も当たりにくくもちろんなりますけど、あ、上じゃないか、下の方か。あのボスは前回前々回までずーっと上の方行ってますからね、癖になっちゃいましたよね。まあ、その前も右に行くのが癖になってましたけどね、あの森の方にですね行くのが。そう、ちょっと考えればよかったな、マップを早めに見ていれば。ほら、落ちずに済んだのに。しかし本当 HP が上がっているな。500ちょっとはもう多いよな。最初100何だったもんな。あ、まだ選んだクラスによってはそのぐらいですけど、の割に攻撃力がまだ低いまま、しょうがない。そうか、ついたか。あとはボスの間にどのぐらいでつけるか。ああ早速だった。ヒエロさん、あなたと遊んでいる暇はないんです。しょうがない。おお、これは倒しといて。ガーディアンヘルム、さらに上げる理由が出たぞ。ウェイトを。どうやって出ていくか。ボスまで来れました。そして意外と HP は残っている。おぉ、ケープ新しいやつ。もうまたか。スカイチェストプレート。ウェイトが全然足りない。ウェイトが足りないぞ。ボスを倒したら全部ウェイトに捧げるしかない。倒せたらね。では再挑戦。ホロドトス・ザ・インフィニット、無限のホロドトスっていうことなんだな。俺の読み間違いかな。インフィニットだったかな。あとはこいつをうまい具合に倒せればいいんだけど、前回よりアタックが無駄に攻撃を食らってしまった。ちっちゃいやつ選んだのは多分ミスですね。俺の危ない。威力はいつもより低くないか、こちらの。なんでだ。
ういう特性なのか、気のせいか。俺はちっちゃいのはやめとこう、ボス戦行くときは。ちっちゃいやつらは本当良くない。先にポイントを倒さないと。やはり近づかないといけないのが結構ネックですね。チケ、お前も行っちゃうんだけどな。そうするととりあえず歩いて平らになったところをちょっとずつぶったいています。クリティカルヒットがしやすいっていうのが本当ありがたいな。クリティカルヒット今後も可能であれば上げていきたいところ。おっと危ない、つかっ、心臓があったのは。かなりばらけてしまった。とりあえずザコはいった。可能であればあのちっちゃい方を倒したいですね、数減らしのために。しかしうまいこと誘えるかどうか自信がないな。そろそろ MP も突きかけている、こちらのね。とりあえず1体、もうむやみ適当に攻撃したい、適当に攻撃したいぞ。これはどう、危ない、怖い怖い。やっちまった、ちょっと深追いしすぎましたね。今回は無理か、まだ。あー、やってしまった、やってしまった、しょうがない。パラディン、お、パラディンが出たということはいけるんじゃないか。しかしお金がない、が全くないぞ。とりあえずさっき取れたものを確認してみよう。マナと、だから HP が下がってしまうんですよね。アーマーはだいぶ上がるんですけど、もったいない。これは通常にアーマーが上がるだけ。あれですね、このケープはダメージ、ああ敵にダメージを跳ね返すやつですか。そちらよりは今のところはクリティカルの方がいいかなとは思うんですけど、ファイアル、とりあえずどうなんだろう。今回はパラディンだし、うまくすれば今回で倒せるかもしれないぞ。ああ前回前々回とかからねそういうこと言ってて倒せてないんだから信じられないでしょうと。頑張ります。ただ前回というか今回ボス戦行ったのがだいぶ運が良かったんですよね。あの HP 大量に残ってたし、ただ残念ながらあのあれが合わなかったですね。あのちっこいのはやめた方がいい。敵の攻撃に当たりにくくなるかなって思ってたんですけど、こちらがもう近づかないと攻撃が当てられないのであんまり有用ではなかったですね。残念。いや、いるけどさ、こうな感じ出るからいいけどね。よいしょ。ああ普通に倒せそう。よし、いけた。結構無理せず倒せましたね。お金だけかい。まあいや、まあ欲しいけど今回はそれが目的ではないんだ。おーっと危ない、下の方で。ああ確か、やろんか。とりあえずお金をなくさずに済むぞ。カマか、カマよりはナイフの方が今回は有用な気がする。使うかどうか微妙だけどな。おそらく防御のために温存してしまう可能性が高いですね。取れるけどどうなんだあれは。
とりあえず1回分の強化はできる。あれが止まったけどね。あとはボスの間がどっちかが問題だ。ああ、2つもあるのか。案外ボスの間と真逆の方向に行ってるのが怖いんだよな。調べるやつか。これ壊せるんだ。気づかんかったで。取れるけど今はやめとこう。いや、人全員倒せ。今回はできない。ナイフというか、サブウェポンもう一つあったじゃないですか。まあ、あれを取っていればいつ倒せたんですけどね、あいつら。いける？大丈夫？そう、ここじゃなかったら帰りが怖いぞ。こっちじゃない。あれ取れるけど、どうなんだ。はっ、やっぱりか。しょうがない。そこダッシュしてからジャンプをすれば大丈夫だったんじゃないのか、もしかして。帰りが嫌だな、ここ。とりあえず左、宝箱あるけどとりあえず無視。ボスの間どこ。ボスの間どこ。よし、着いたけどこの HP じゃ厳しいな。とりあえずお金は大量に取れましたけど、この HP じゃ厳しい。対戦です。あー、ヘロドソス。ダコなんか捨ててかけて。あー、やばいやばい、やっちまった。ひどい死に方だ。もう少しいけると思ったんだが。またバーバリアンを取るべきなのかな。バーバリアンキング、でかいやつ。ウェイトを上げて、ウェイトを上げて、こいつ遅いな。ウェイトを上げて、俺を装備。とりあえず一旦守備力を上げます。防御力ですね。守備力ってなんだ。遊戯王か。もう一回だけ、もう一回だけ今回行ってみようと思います。倒せると思うんだよ、あいつ。が大量に置かれているな。またそばからまただよ。テイクのダメージ、やめておこう。ボスの間置かない。無視、無視。こちらに行くのはもうあっちの方向しかないですね。しかし、プレイヤーキャラが遅いな。ヘロトドスのところの、罠に気をつけないといけないですね。まあ、それ以前の問題ですけど、宝物があるぞ。欲しいところ。そう、相変わらず無駄にダメージが蓄積して引く。じゃないだと。とりあえずこっちなんだろう。ヘロドトスが近いことを言う。とりあえず全方位に一回行って、やばい。だよな、こんなうまくいかねえよな。どうしようか、どうしたものか。こっち怖いな。
ちなんだったっけ。あ、お前らか。だけ取っとこう。つけた。結構 HP 温存できた。もう運よくチキンが出たぞ。これは今回倒したいところ。いけてるんじゃないか。周りが遅い。ちょっとこっちに行って。そう、意外と無駄に攻撃を食らってしまっているという一点ですよ。いるのか。いるな。まあお使い、そろそろ厳しい。これでとりあえず魔術師は全滅かな。ここの方に移動してちょっと体勢を立て直そう。立て直せてない。闇に落ちると本当リンチに遭うからな。怖い怖い。ちっちゃい方を倒したいんだけど難しいな。本当数が半端じゃない。あー残念、倒せませんでした。どうしてももう少し強化が必要か。アバニャクイーン、上げて、で何が足りなかったんだったかな。ヘルメットで防御力上がるけど HP が下がる。何この HP バーバリアになるの。うん、アバニャンシャウト。ああ、HP と MP の位置が逆になったっていう。しょうがないな。変わっただけか。プラス10。マナが上がる。オイル上がるけど下がる。あ、ケープはダメなのか。そうかそうか。アマが、でも25。足りない。ここは、これで。強化していこう。さて少し長くなりましたが今回はここまで。次回はどうなんでしょう。もしかしたらボス倒せるかもしれないですよ。ではまた次回。